これからトラムに乗ってパイプオルガンのコンサートに行きます。 What's the city name? ドンブロバグルンチャ。ドンブロバグルンチャという駅に行きます。この教会の中でパイプオルガンのコンサートがあります。ホーリーエンジェルマザー教会です。中に入ってみましょう。ポーランド2日目。このポーリッシュインフォーウィークス、4週間でポーランド語っていう本をゲットしたので、今日から毎日コツコツ覚えて、1ヶ月後には、まあ、少しずつ話せるようになってることを目標に頑張ります。近所にあるケバブ屋さんのケバブを食べます。いくつかケバブ屋さんがあるけど、ここが一番らしいです。このデカさで、うん、いくらだろう、200円ぐらい、安いです。素敵な公園、街中にあります。もう秋ですね。落ち葉が黄色くなって散り始めてる。でも昼間は日差しは結構まだ暑いです。これはポーランド独立を記念したモニュメントだそうです。カフェ、ピーちゃんのお菓子があります。デコレーション、あら、フクロウもいる。かわいい。あれは、どの市にも紋章があるらしいんですけど、ベンジンという市の紋章らしいです。トラム、トラム、すごいよね。同じ道に車とバスとトラムが一緒に走る。どうやって区別してるんでしょうね。もちろんトラムにはレールがあるけど、よく事故が起こらないなって思いますね。やっぱりヨーロッパの街並みを見ると建物がすごい古いなって思いますね。うん、なんかここは特に観光地じゃないし、中心地ではないので、ちょっと郊外のところなので、そんなに多分外観にこだわってないっていうせいもあると思うんですけど、でも基本やっぱりパリの一番中心にあるホテルとかアパートメントに泊まった時も、建物自体はすごい古くてすごく歴史がある建物で、外観を見ると古めかしいんだけど、中に入るともう完全に新しく改装されてて、すごいモダンな作りになってたりとかするんですよね。やっぱそれが建物の外観は日本とは大きく違うなって思います。日本だともう外から中まで全部新しくして、もうピカピカにしてっていう感じだけど、これはこれでなんか味があっていいですよね。川沿いにちょっとしたなんかスペースが、リードル、ヨーロッパではおなじみのスーパーマーケットですね。彼の家からもうすぐ5分もかからないぐらいの場所にあります。庶民派スーパーマーケットです。車でちょっと行ったところにあるハイパーマーケットに来ました。昨日から雨です。イギリスほど天気は変わりやすくないので、しばらく雨が続いています。今日は、友達に車を借りて、ハイパーマーケットにもう一回行きます。必要なものを調達に行きます。今は車がないので、何
何度も何度もこまめに通う必要があります。ディラン・グレイ、おー、ディラン・グレイで、見ての通りホンダ、ホンダ、ホンダね、クラシックタイプのホンダですね。そしてちょっとこの映像だと分かりづらいんですけど、マリウシは左側で運転してます。まあ日本と逆ですね。イギリスだけが唯一ヨーロッパの中では、右ハンドルの国なんですね。でポーランドは当然左ハンドルなので、彼は今左側じゃないな右車線を左ハンドルで運転しています。で、ユハニスフィンクス、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 ユハニスフィンクスというレストランに来ました。トルコなのかエジプトなのかちょっとわかんないんですけど、中東系の料理ですね。彼のめっちゃおすすめです。チキンとライスと、あといろんな種類の野菜、マリネっぽい感じのに違うソースをつけて食べたいと思います。いただきます、いただきます。スパイシー、カレーっぽい味がしますね。野菜も食べてみよう。ポーランドではこの紫キャベツを使った料理も結構あるみたいなんですよね。Thank you.
すごかったです。やっぱパイプオルガンの音とか宗教画とかもそうですけど、重い。今も聞こえてる。今からミサが始まったらしいんですけどね、重い。なんとも言えない凄みがありました。今日は10月4日10月にしてダウンジャケットとファーのマフラーをしています。顔に当たる風が寒いです。気温は多分体感気温5度ぐらいです。スペースウォーズスターバトル